ございます。はい、いかがでしょうか。すいません、こちらです、こちら。はい、じゃあ行きます。どう見ても宇垣さんじゃない。どうだ、戦わなければ勝てない。いやー、なりきるしかないのででもなんか気持ちがいいですね。こうやって無事を駆逐していきたいなと思いました。感動しないさ、駆逐してやる、一人残らず。真似してるんですか。そういう名シーンを今日は散りばめてます。人生の選択あると思うんですが、宇垣さんはいかがでしょうか。そうですね、まあもちろん私も様々な決断をしてきたと思うんですけど、まあ、一番最近のものでいうとやっぱあの4月に私フリーになりましたので、はい、それがまあ今までの中では一番大きな人生の選択だったかなというふうには思います。そうですね、フリーになるか吉本に入るか迷ったっていうことで、吉本も選択しなかったな。そんな職に入らない。あ、そうか。好きなキャラクターについても聞いていきたいと思っています。私はファッションブラウスが好きです。ここまでミカサやっといて。いや、ミカサもやっぱりかっこよくてすごく好きなんですけど、うん、見てるとだんだんこう、ね、閉塞感のある文化内ですし、うん、本当にどん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 人が死んでいくので、うん、こうわーってなってしまうところは、うん、サザンの能天気な食欲が私たちを救うというか、食いしん坊なんですよね。たくさん食べないと生きていけないねっていう気持ちそこにつながるんや。結構天気になります。宇垣さんもたくさん食べるの、あの食べるの大好きです。おかしいのが好きです。サシャと一緒だ。まさにサシャですね。